ノラフィットネス恒例のドレスを着させてみよう。私入れたんですか？応答がないんですけど。このチャンネルでは時たま服を買って筋トレ女子に着させるっていう、そういうことやっております。今うちのチャンネルの説明急に始めた。まあ新規いるかもしんないからね。新規しかいないよ。そうだった。新規の皆さんこんにちは。とりあえず今あるのが4着で、2着はドレスというよりもジャンプスーツ。え？ジャンプスーツ？はい、だワンピースではない、ジャンプスーツ。筋トレもできるし外も歩ける。なるほど。疑いなし。2つがワンピース、1つが結構なんか攻めた感じ、うん、1つがちゃんとした感じ、うん。まずは普通のワンピースからいきましょう。はい、本日の衣装はこちらです。緑、珍しく。珍しいね。オープン。じゃん、ビラーン。おお、ちゃんとしてる。だからボディコンですね。なんかちょっとウエストが太いかなと思ったんだけど、着たら大丈夫なやつだ。まあ、めちゃくちゃしっかりしてるわけじゃないけど、透けるとかはなさそう。俺はちょっと白が良かったんだけど、透けるって言われたんで。ああ、なるほどね。いつもの通り、白で問題になる。じゃあ、緑のワンピース着ていきます。じゃじゃーん、どうでしょう。足元なんか緩い。そうだね。ちょっと大股で歩いて。どう？うん、前に買ったドレスよりは歩きやすい。ショート丈です。色もうちょい明るい方がいいかな、好みを言えば。じゃあ機能性確認のためにこれでダンスすればいいんでしょ。どういうダンスがいいの？あんまり動かないやつがいいです。よーい、スタート。できた？できた。動きやすい。動きやすい。じゃあ次行きましょうか。はい、ジャンプスーツにしよう。同じ色かピンクか。ピンク。本日の衣装はこちらです。ピンク、かわいいピンク。オープン。なんかね、重いんだよね結構。じゃん。多分絶望するよ。え、ビローン。これ暑そう。長袖です。夏に適してなさそう。なんかスキーウェアに見えてきた。後ろこんな感じ。これじゃん、腹巻きついてんじゃん。じゃあウエストを絞るやつ。へー。じゃあピンクジャンプスーツ着ていきます。じゃじゃーん。これはどうでしょう。これで外出できますか。これはすごいありだと思うんだけど。よくいるじゃん。いる？うん、俺はよく見る。俺は？え、なんで？いや、トレーニングウェアとしてはなんかいいなと思うんだけど。アメリカよくそんなんで歩いてるみんな。いいでしょ。チャーリーズエンジン。授業参観。どう？先生が集中できません。これちょっと今度これでトレーニングしません？動きやすそう。いいでしょ？うん。筋トレはいいと思う。これでダンスやろう。ただね、広告取られそうなんで。メンバーシップお楽しみに。暑そうですね。暑い。え？この流れでまたジャンプスーツいっちゃいましょう。ちょっとなんかデザインだけ変わった感じのジャンプスーツ。本日の衣装はこちらです。薄い緑。これなんか軽そう。オープン。ジャン。サラサラな感じ。ビローン。おお。え、あ、確かにジャンプスーツって言ってたもんね。へえ。V ネックです。V
V ネックだね。なんか上半身はドレスっぽいんだけど、外でも着られるように買ってきました。どう？スキーとか。ああ、はいはい、ね、中はそれ、はいはい外ジャンプスーツ、中もジャンプスーツ、絶対にトイレに行かせませんってジャンプスーツの上にジャンプスーツって絶対トイレ行けなくない？うん。どうやんだ？一回全部脱ぐしかないよねスッポンっぽいな。うん、ここチャック欲しくない？ここチャック。あ、そうだよね、あれだ、あった、スパイダーマンなんだ。じゃあどうしよう、使用用途考えてる。またトレーニングウェアにしかならない？薄緑ジャンプスーツ着ていきます。じゃじゃーん、不思議な感じです。思いついた。何を思いついた。これの筋トレは冬にやるのがいい。それがいい。夏やったらね、多分色変わるよそれもいい、それがいい。まあそれもいいかも。皆さんいかがでしょう。ツーシーズン楽しめる。みんなはさ、多分夏がいいっていう。 YouTube 審査の方はどう思います？着るなっていう。これだって機能紹介やから。なんかお目目できた。お目目作る前に一周ね、一周V ネックがいい感じですね。漏れる。じゃあこれのくねくねダンス。次の衣装いきましょうか。はい、ラスト、本日の衣装はこちらですコスプレだった。オープン。じゃん、手触りが全身タイツ、ビローン。おお、なんだそれ。おこんな感じか。おすごい、思った通りですね。すごい、なんかペイント系のワンピースです。胸を立体的に見せるのと、おへそ、あとお尻がね、くっきり出る。こんな感じなんですよ。なんか新しくないですか？確かに。あ、なるほどね。いや、もう汗ついてると思ったらへそね。そう、へそなんですよ。でも残念ながら、この人へそたくさん作りますよ。これ面白い。なんかね、お尻がね、バコってくっきり映る。ちょっと出せるかわかりませんけれども。確かに。そうですね。で、普通の服だし、別に普通にこれで歩いても問題ないと思うけどね。でも僕が判断するわけじゃないんで。じゃあペイントワンピース着ていきます。じゃじゃーん。イメージ通りです。結構柄はいい感じです。ここら辺がちょっと残念。念のため軽く一周しましょうか。こんな感じになっております。え、何が残念？襟元。やっぱうまい方法があるんでしょ。なんか、なんでそうなったんだろうね。切っちゃおうか。あ、これを？うん、そうそうそう。あ、でしょ？これもダンスできなそう。できないと思う。やっぱりメンバーシップで公開しまーす。お楽しみに。ということで、新しいジャンプスーツと。何息切れしてん？踊ったんで。たくさん踊りました。たくさん踊ったのでメンバーシップで公開するので、ぜひ見てみてください。ドレスは着られそう？それは、はい、それで外行ける？お迎え、一番最初のやつだったらお迎えはいいです。じゃあジャンプスーツは？トレーニングしたいです。じゃあ家からそれ着てジムまで行くと。都内の。検討します。もっと面白いドレス届いてます。あと水着、お楽しみに。ということで、バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。撮影でいいもの見つけたんですよ。こちらです。